皆様お待たせいたしました。ただいまより自転車文化センター企画展自転車月間自転車で旅をしよう公開収録イベントに、ご参加くださり誠にありがとうございます。まずは本日お話しいただく、お二人にご入場いただきましょう。それではどうぞよろしくお願いします。それではご紹介いたします。自転車ジャーナリストで、この度初著書旅するツールドフランスを出版された小俣由布太さんです。小俣です、はい、よろしくお願いします。そして本日の進行役はツアーオブジャパン組織委員会委員長でもおなじみ、ここ自転車文化センター所長でもございます栗村治です。ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。栗村です。ありがとうございます。もう超満員ですね。もうこの広い会場ぎっしりと今回音声だけなんで、いっぱい言ってください。定員が一応ここに1200人入るんですけど1157人ぐらいですかね。はい、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。平日にね。それではじゃあちょっと着座して、はい、お話の方を進めていきたいと思いますので、小俣さん今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、まずですね、今回このトークショーのちょっと簡単な経緯というかですね、事前情報を皆さんにお伝えさせていただきます。私実はこの文化センターの、所長というものをですね、4月から、勤めておりまして、まあ、ちょっといろんなもう肩書きがたくさんついておりましてよく分からなくなってきているんですが、まあ、自転車おじさんということで、まあ自転車に関わる、ね、自転車おじさん長もうよく分かんなくなってきましたけども、まあ、とにかく自転車全般がね、こう広がればいいなという思いを持って活動しております。で、この自転車文化センターなんですけども、ちょうど1階に自転車、まあ、まさに文化をね皆さんにお伝えする図書館のようなね、ライブラリーと呼んでおりますけどもありまして、いろんな情報を発信しております。日々あとは最近はやはり自転車の交通安全というものもですね、これから、まあ、選手もね自転車乗って公道で自転車乗りますから、まあ、そのあたりも進めておこうということでやっております。で今回はですね、その自転車文化センターの、まあ、企画もので自転車で旅しようという今企画、中でございまして、まあ、それが4月3日から6月2日というところになっております。でやはり自転車で旅といえばね、旅ですよ。ちょっと長くなりましたけど、はい、ツールドフランスってそもそもねフランス語でフランス一周ですから、はい、そうですね、はい、スポーツであり旅ですよね、はい、でジャーナリストの皆さんもねもう期間中はほぼ過酷な旅をしていると、はい、まあ、それは大会のディレクターとか、ね、上に当たられる方も同じだと思いますが、まあ、某旅で我々疲弊しておりますけど終わったばかりの某旅で、はい、まあいろいろありましたよ ね、 ありましたね。ちょっと言えないアクシデント私ありましたし、はあ、言えないアクシデントありました。僕も実はちょっと言えないアクシデントが、つい先日あって、ここで言いたいんですけど、はい、まあ、別に悪いことはしておりませんので、はい、まあ、なんかあいつら何やったんだろうと頭の中で想像していただければというふうに思います。まあ、そんな何ですかね、事前説明の方させていただきましたの で、 で今回はまあ一応自転車文化センターのこのね地下室秘密部屋、うん、普段ちょっと荒れてるんですよ実はなるほど、はい、今日はちゃんと職員が綺麗にして、はい、これいつ以来でしたっけここでイベントやるの。あ、そうなんですか。で以前やここでイベントやった方が田中園子さん。そうそうなんです。田中さんですよ。もしかしてトイレにある写真田中さんだから。あ、やっぱそうなんですね。あ、さっき写真撮って送ろうかなと思ったんですけどあ、やっぱそうだったんですね。やっぱ写真見ると分かるんですか。分かりますね、まあ、特にアジアのレースの写真 で、はいはい、で彼女が多分すごくアジアのレース行かれてた2015年とか前後だったっぽかったのでそう思ったんですけど、はい、まあ、まさに田中さんとも今回某ツアーでご一緒してまして、なんで我々言わないんですかね確かに一番言っていい人たちだと思うんですけど、ツアーオブジャパンね、はい、皆さんもご存知だと思いますが、はい、一昨日終了したばっかりですね、はい、まあ、かなり抜け殻のようになっておりますけども、まあ、小俣さんフルタイド今回ツアーオブジャパンは、はい、
そうですね、初めてですよね、はい、メディアの仕事としては初めてやらせていただいて、ええ大会の公式のレポートですとか、あとインスタグラムの方をちょっと回させて、まあ、写真は僕が撮るわけじゃなくて、それこそ田中さんとか辻圭君が撮るんですけど、まあ、その辺のインスタのちょっと投稿なんかをやらせてもらって、いや素敵なインスタありがとうございました。現場で栗村さんにそう言っていただいたんですけど、栗村さん忙しすぎて、まあ、SNS とかインスタとか見てないだろうなって最初ちょっと思ってたんですが、しっかりそのあたり目通されてるのも、全部ハート押してましたよ。いやそういや、ライクついてて、あ見てるんだなって思いました。いやもうそこはせっかくね、はい、辻圭さん、トーマスさんという、まあ、次世代のやっぱりジャーナリストのねお二方が来ていただきましたから。でもなんかよく考えるとツードフランスの今クリスチャンプルドムさん、ジェネラルディレクターも元ジャーナリストですよね。そうですよね、まあ、元々そのちょっとツアブジャパンとは成り立ちが違うかもしれないんですけど、はい、ツードフランスとかジロデイタリアっていうグランツールって言われてるレースは基本的には新聞社が、うん最初発端となってプロモーションのために行ってイベントっていうのもあって、だから歴史的にそのジャーナリストの人たちとか記者の人たちがすごく権力を持ってるというか、なるほど、中に入っている中枢を担ってるっていうのはやっぱありますよね、うん、どうですかジャーナリストとして将来ツアブジャパンの大会ディレクター、はいまあちょっと僕も今回このイベントあるにあたって栗村大会ディレクターって書き方をちょっと何箇所かではしてしまったんですけど、はい、先ほど栗村さんとちょっとお話しさせてもらっていたら、大会組織委員長でいらっしゃるということで、もうディレクターよりも、まあ、上の立場でいらっしゃったというのを、そうですね、なんなら僕なんかこうお付きの人がいて、はい、ちょっとこう車も後部座席座る、はい、ツールドフランスなんかだともう組織委員長なんかはもう絶対ですから。ツールドフランスは大会ジェネラルディレクターがクリスチャンプルドムじゃないですか、はい、で大会組織委員長ってツールでいうと誰なん？だ多分その ASO という組織がやってますけれども、はいはい、あれがアモリスポールオルガニゼーションといって、まあ、アモリ一家がやってる家族企業ではあるんですけど、うん、まあ、そこの今の総帥というかね、何アモリさんがちょっとエチエヌアモリだったかな、埼玉クリテリウムとかもなんかちょっとこう、はい、ボディーガードみたいな人がついて、はい、で終始こう、まあ、エレガントに偉そうな人ですよ ね、はい、そうですねちょっとオーラがあって、あ、はい、僕はあのポジションなんですか。そういうことなんですよ。要はあんまりこう気軽に栗村さんなんて言えない感じなんじゃないですかね。 あのポジションでいいんです本当は僕レースディレクターって審判業務の一つのね、はい、車のちょっと車酔いするんで運転しちゃうんですけど僕、はい、ああなるほど、はい、いやで森さん的なんですよ本当はね、はい、でちょっとそのねそ立場はともかくとして、まあ、そのクリスチャンプルドーム的なポジションレースディレクターだったとしても、毎回毎日のステージが終わって栗村さんが車でピャーって帰るんですよ。まあ、メディアはやっぱちょっと遅いので会場でずっと残って仕事してて、栗村さんがお先に失礼しますって帰るんですけど、必ず運転席から手を振ってきてあれ運転するんだって思ったんですよね。いや僕はあれですもん、 MC チーム の送迎係ですからもうあれ帰っちゃいましたけどアリーさんとかね、はいはいはい、ね、アモリーさんじゃなくてアリーさんで、ね、はい、ええ、なるほど。いやそれで栗村さん運転してるんですねってどなたか中野さんにこの間言ったら、栗村さんは運転好きだからねっていう一言でそういう理由だったのかなって思ったんです。まあ間違いではないですけどね、はい、まあ、だんだんちょっと目も見えなくなってきてますから気をつけなきゃいけないんですけど、はい、ちなみにツールだと、大会関係者は基本的にはお付き の運転手さんがいて、はい、運転しちゃいけないらしいんですよ。そもそもなるほどね、ルール的に、はい、ルール的に危ないからね、危ないから、だからその公式メディアも運転手付き、まあ、今回僕らは運転手さん付きだったんですけど、そういう意味ではコースの中に入らないんですけどプレスバンは運転してもらってだったんですけど、うん、まあ、ディレクターとか公式メディアのフォトグラファーとかは必ずお付きの、フォトグラファーがいて、3週間だからね、はい、3週間、まあ、長いですよね。まあ、TOGA でも8日間ですけど、このあと 3倍弱かって思ったら、はい、3倍ですよね。ちょっとやっぱりグランツールはすごいなと気が遠くなる感じしましたけど、はい、まあまあそんな前振りトークで1時間経っちゃいそうですけども、あれ今日は尾又さんがいつもやられているポッドキャストプログラム、はい、アランベールとのコラボということでいいんですかね。でこれじゃあ流れるんですね、この後。そうです、ポッドキャストということで、まあいつ、まあ、究極今夜も公開もできちゃうと思うんですけど、なるほど、はい、まあ、ちょっといろいろ各地と調整してるにはなるんですが、これ、まあ、どっちが
どっちなんですか俺、そういう意味でいくと、まあ、どっちがゲストになるんですかね、はい、そうですね、ちょっと今回は、栗村さんの何でしょうね、お城にお邪魔しているような感覚になっているんですけれども、まあ、ポッドキャストの方は基本的な進行役は小又でやらせていただいているので、分かりました、あの大会組織委員長の栗村さんを、まあ、お招きした体でお話できればと、はい、そうですか、はい、急にすいません、なんか人の家に来て、あのようこそって言ってるような感じでちょっと申し訳ないんですけど、なるほど、はい、じゃあここからはじゃあそれでいきましょうか、いつものちょっと J スポーツ的な感じですよね、はい、ね、あのナビゲーター実況で、はい、あ、そうですね、はい、そうですね、確かに、はい、はい、もう一回じゃあ入るとこからやります、大丈夫です大丈夫です、あの二度手間になっちゃうもん、ね、それはいいですか、大丈夫です、ありがとうございます、わかりました、じゃあここからはちょっと、バトンお渡ししますので、はいはい、いつもの調子で、はい、はい、改めましてよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いいたします、ということで、まあ、ラベルポッドキャストという形でお届けしていきます、まあ、自転車ジャーナリストの小又由布が取材しているポッドキャストプログラムになるんですが、まあ、ツールドフランスでは、辻圭さんと2人で毎日、現地から、まあ、1日30分くらいのプログラムをお届けしていて、デイリーツアーという名前で、別プログラムというか名前にしてやっているんですけれども、実はそこの毎日の語りみたいなところから派生した形で今回この5月21日に、まあ、今ここにあるんですけれども、旅するツールドフランスという、本をですね、書かせていただきました、太田出版から、出たんですけれども、まあ、この本のちょっと出版のタイミングと、あと今自転車普及協会さんでやられているあの旅との企画ですね、自転車月間自転車で旅しよう、と、まあ、すごく親和性がいいなということで、まあ、急遽お声掛けをさせていただいて、栗村さんに快諾いただいて、出演いただいたというのが、まあ、経緯になっているということになります、ということで改めてよろしくお願いいたします、はい、自転車おじさんこと栗村修でございますよろしくお願いいたします、は初めて、はい、ね、このポッドキャストの方はそうですか、いや出演させていただくという意味でね、はいはい、よろしくお願いします、栗村さんは例えば他のポッドキャストとかは出演されたりしたんですか。いや僕結構あの音声ラジオはそれこそ創世記宮田チームで、はいはいはい、チームのポッドキャスト、あ、え、宮田であったんですか。あのね、クリラジさんとコラボでやってて、クリラジのクリってクリムラのクリなんですか。って思いますよね、はい、皆さんそう思ってましたけど、はい、クリックラジオの略だったんですよ。だから僕じゃないんです、ね、なるほど、はい、まあ、僕ってことにしちゃってましたけども、なのでそういう意味では本当にあのクリラジさんが、まあ、なんか世のポッドキャストの走りみたいな感じで、いや、そうです、あのクリラジが出てきた時僕も覚えてますけど、多分2003年とか2004年とかで、そうそう、世の中に初めてポッドキャストっていう言葉が出始めたくらいのタイミングですごい走りだったと思います。だってオリジナルの多分あれシステム使ってましたから ね、はいはい、ね、音声 の、はい、まあ、あのブラウザーからこう聞くような感じで、今みたいな、ね、アプリじゃなかったですよね、はいはいはい、そうですね、そう、なので結構やってましたよ、はいはいはい、有料のやつもね、なんでしたっけあれなんだっけ、あ、そんなのあったんですか、ニコ動じゃなくて、ニコ動か、あ、アベマとかですかの、そうそう、ニコ動の、やってたりとか、サブスクのなんか、でその後僕一回あのコロナ禍でも有料のやつやってたんですよ、はは、会員のやつ、なるほど、はい、でなんでかっていうと、あの僕と同い年のランス・アームストロングが、はい、ツール・ド・フランス期間中に1億円ぐらい稼いでるっていうのを見てですね、はいはいはい、あれはもう本当にね、ポッドキャスター界では話題になりましたけど、ね、あのザ・ムーブですね、ランスで1億稼げるんだったら俺100分の1ぐらい稼げるかなって、100分の1でもなかなかない、ね、いやいや、そうですよ、はい、で、あの毎日更新で、はい、そうですね、いや僕やってたんですよ毎日、あ、そうですか、1年間ね、 あれ1年間毎日更新しましたっけ、1年間毎日更新、いやだからね、なんか広げちゃうタイプなんですよ、いや、それすごいですね、でも寿命がね7年ぐらい縮まりましたね、でしょうね、燃え尽きました、あのごめんなさい、あの本当に拝聴してなくて申し訳ないんですけど、毎日何を話してたんですか。いやもうね、あの正直視聴者さんに対するハラスメントに近いような感じでもうノープランで、ノープランで、親父の語り、はい、居酒屋トークみたいな、でもたまになんか僕のあれですね、トーク、はい、ツボ入りますよね、いや僕そうですね、この間もありがとう、すごいいい人だ、いい人だね、いやこの間も何でしたっけ、あの中継中に、はい、中継中でしたけど、あ、おかしくツボって喋れなくなって、はい、あとあの谷口さんもたまにツボるんですかね、いやいや、いい人だ、はい、いやいや、そうなんです、なのでごめんなさい、あのポッドキャスト自体は僕は結構だから、そうですね、頑張ってきても今
はい、燃え尽きた後です多分なんか、まあ、そのタイミングも重なってるかもしれないんですけど、結構その世の中的にポッドキャストブームもまた来ていて、今来てるんだ。来てるんですよ。え、じゃあちょっと早すぎた。いや、かなり早すぎた。早すぎたんだ。クリラジなんかはもう早すぎの早すぎくらいなところで、そうですね、まあでも今もねあってですけど、でなんであの特に栗村さん今解説業もやっぱりやられていて、はい、で今もその選手が毎日だったり、それこそ毎日だったり、選手がそのレースの中からあのポッドキャストやったりなんかっていうの、まあ、それこそギャラント・トーマスなんかはすごい熱心ですし、ね、なんか割とそういう発信のスタイルがまあ出てきているなっていう中で、ちょっと例えばじゃあツール・ド・フランス現地行く日本人結構いますけど、うん、まあなんか実際生の声って意外と面白いかもなみたいなことでちょっと始めたんですよね。あ、じゃあランスの1億円に引かれたわけだよね。あ、ちょっと僕の場合は、はい、あの常にスポンサーを、はい、募集しているという体なんですけれども。なるほど、いい人ですね、はいはい、まあ、そんな始まりのポッドキャストということで、はい、なるほど、そうだったんですよ、ポッドキャストね。そうか、まあ、そういう形であのやらせてはいるんですけれども、まあ、今回はあのとはいえあのポッドキャストを自分で主催していると、なんというかあの自分で呼びやすい人しか呼ばないというか、なかなかこう自分のより目上の人とかあの年齢が上の人とかあって呼びづらいというか、あ、そうですか、あの、まあ、やっぱちょっとメディアとして確立してないっていうのもちょっと正直あって、だからちょっと出演費としてお支払いできる金額も本当に猫の額ほどであったりとかするわけです。でも一応お支払いしてるんですね。一応そこはね、あの、まあ、全員にはだあの空気感あの辻君とかには払ってないんですけど払ってないわ。むしろ一番彼に払うべきな気がする。あ、大丈夫ですか、言っちゃってそれ、はいはい、大丈夫です、はい、なんですけど、はい、一応まあそういうのはあってやってるんですけど、なので、まあ、ちょっとこういう形で何でしょうね、僕がむしろ結構聞きたいことがいっぱいやっぱりあるので、なるほど、はい、そういう形でね今日はやらせていただきたい。ちなみに過去ポッドキャストゲストのあれですか、最高年、最高齢ですか、僕かなだと思います、もしかしたら。あ、そう、はい、あ、でも大前仁志さんに出ていただいたので、大前さんはパイセンですね、はい、大先輩です、ね、なるほど、そっかそっか、はい、大前さんは TOJ の最終日の、ねね、公式メディアで入られていて、ありがとうございます、すごく、はい、はい、あ、大前さんいるんだ、あとイベントにも来てくる、その日曜日の夜に浅草の書店で辻君とイベントやったんですけど、それにも来てくださって、大前さんあの浅草でお店やられてるっていうのもあるんですけど、まあ、先輩ですもんね、カメラマンさんとしてはね、はい、あの、あって開口一番、まあ、本も読んでくださってて、開口一番あの本についての、まあ、あの評価をいただきました。あ、そうですか、はい、書評を、書評を、はい、早速し、しかも的確な、はい、あの、まあ、ちょっとご指導に近い評価を。ああ、そうなんですね、はい、あの身が引き締まる思いがしました、もっとはっきり言っていいですけどねなるほどね、はい、まあ、先輩ですから、そこはね、大先輩ですから、はい、はい、そうですね、わかりました、はい、で今日ちょっと台本もね、ちょ少し小松さんので用意いただいてるんで、はい、はい、ですね、怖いな、なんだ、なんだろうな、はい、でやっぱりこのタイミングですから、はい、であのなかなかその海外のレース、例えばツール・ド・フランスなんかで、まあ、あの取材に行ってもレースディレクターだったり、あのレースの運営の、まあ、上の人ですよね、トップの人と時間をやっぱり現場で取ってもらうことってほぼできないですよね。であのすごく今回はいい機会だなと思っていて、まあ、もちろん、ね、栗村さんと幼稚園の現場ではやはりこういう時間は取れないですから、やはり終わったばかりのレースをちょっと振り返っていただきたいというのと、あとやっぱツアーオブジャパンも、ね、ツールドフランスのツールと一緒、ツアーですね、同じかあの字を書きますので、大阪から東京まで巡るということで、ツアーオブジャパンの旅というのも、まあ、その選手ではない目線で運営側の目線としてどういう旅だったのかみたいなことをちょっとお話できたらなと。あ、いいですね、はい、思っております。わかりました、はい、何でも聞いてください。はい、はい、まあ、あの外観的なところでは、どう、今年の TOJ はどうでしたか、はい、いろいろ形も変わったと思うんですが。そうですね、まあ、あのコロナ禍でね、2020年1回中止になって、その後縮小開催が21、22と2年間続いて、で、まあ、23、昨年フルスペック開催ということで8ステージに戻って、はい、で今年は、まあ、その再スタートの2年目なんですけど、まあ、実は TOJ として、まあ、その中期構想をまあ、作ってたんですが、その1回目の中期構想の10年が、まあ、昨年で一旦、まあ、終えてたので、はい、まあ、今年はその再出発、新たな中期構想の1年目というところでの、まあ、そんなタイミングでしたよね、はい、その中期、新たな中期構想の中に、例えばその若手っていうテーマが今回あったと思うんですけど、ええ、そこのあたりはどうですか、実際のところ、まあ、出場選手もそうですし、レース展開だとか、まあ、メディアの反応だとかっていうのはどんなものがありました、うん。そうですね、まあ、その新しいコンセプトが、まあ、TOJ ニュージェネレーションというもので、まあ、ホームページにも簡単に、ね、書かせていただいて、
で実はこれ TOJ ニュージェネレーションっていう文言を考えた直後にジローのあの U23 が、はいはいはい、あジロー ネクストジェネレーションって、はい、そうですね、おえと思ってこっち先と思いながら、まあ、出されたんでちょっとパクったなと思われても、まあ、パクリ村ってねよく言ってますけどいい人だね結構簡単だ ねパクリ村、パクリ村ですけどそうなのでちょっとそういうあの始まりがあってあのなんかすごい、はい、いいね、はい、後から来るタイプですね、はい、じわじわとこれでも実験やる上では結構致命的ですよね。あ、そうですか。やりながら思い出して笑っちゃうと今年のツール中継はじゃあもう、はい、バシバシいきますね。僕はいないのであ、そっかそっか、はい、よかったです。あ、じゃあブエルターだよね。あ、ブエルター、はい、機会があれば。そうで、その TOJ ニュージェネレーションというもので、まあ、これはあのいくつかやっぱり思いがあって、まあ、前回のその中期構想が TOJ ネクスト10ってこれ拡大戦略だったんですけども、はい、まあ、要は上にどんどん目指していこうというものだったんですが、まあ、できたこととできなかったことがあって、まあ、できなかったことの理由が、日本のレース界競技力これが上がっていかないと TOJ の拡大戦略っていうのもコンプリートしないものだったんですね。なるほど。でやっぱりその僕の目から見て日本のレース界って、まあ、みんなチームは頑張ってるんですよ。僕もチーム監督だったんで、はい、チームという小さい器の中でやっぱりこう最善を尽くしていくことって大変だし、選手とチームって主役だけども、でも実はまあ何かの手のひらの上でまあ戦ってる存在なんですよね。だから主役であり、でも実はすごく一番こう繊細で弱い立場というか、だから時にその視野が狭くなってしまう。でまあ、そういう意味で僕は少しこの今チームずっと選手監督でチームがいたんですけど、まあ少し引いた立場になって、ちょっと最近の日本の自転車界これそもそもどこ向かってんだって、はいはい、ツアーオブジャパンやっててもその選手批判チーム批判ではないんですけど、うん、まあ平均年齢高いと日本人選手、はい、うん、あともう海外選手もまあ言ってみればこうベテランだったりとか、はい、とそのキャリアの最後、うんうん、まあ、あえて皮肉っぽい言い方すると、まあ、日本という本場ではないところで、うん、なんかこう一人一人を見るとみんないい人でナイスガイなんですけど、はいはい、ただなんかこうどこに向かってるのかっていうのがみんなぼやっとしちゃってるのは感じてたんですね、はい、で本当はその日本のレース界全体で中央からデザインしていかなきゃいけないんですけど、まあ、まずはそこはその旗振り役として、で浅田明さんが、まあ、ロードトゥラブニールというね、はい、RTA、はいはい、ツードフランスの U23 番のレースをまずはみんなで目指そうという分かりやすい、まあ、メッセージを送ってくれて、うん、で僕はもうそれすごく共感しているんで、まあ、ツアーブジャパンも、拡大戦略10年間やってきたけどもなかなか下が育つ環境が日本にできなかったので、うん、じゃあそのツードラブニールを目指すような世界の流れと同じように日本版ツードラブニールツアーブジャパンということで、うん、まあ、一言で言えば若い力にこうこのレースがそのなんていうきっかけになって上に目指していってほしいという、まあそれがあのまず概略というかね、 TOJ ニュージェネレーションのまずは大枠での方向転換でしたね。はいはい、その枠の中で、まあ、今回1回目という形で、まあ、もう本当に平たく結果だけ見ちゃうと、まあ、必ずしも若い選手たちだけというよりは結構ベテラン勢もやっぱり強くてっていうレースになったと思うんですけれども、まあ、もちろん1回目1年目の形というところで今後のプランもあるんですけど、どういう形を取っていけばどんどん若い選手がじゃあ今後活躍するような大会になるのかっていうのはありますか。はい、ただ僕個人的な感覚だと今年はまずそのなんていうんですかね、中期構想の球を投げて1年目なので、うん、まあ、何も変わらないだろうなと思ってたんです。なるほど、はい、ただそうではなくてすごく大きく変わったんですね、うん、実はこれでも、はい、もちろんその U23 のレースにはさすがにすぐにはできないんですけど、うん、まあ、自分が球を投げたことでやっぱりこう U23 の選手が主役である、ある意味主役であるっていうのはちょっと、ね、一部こうちゃんと伝わったし、はい、
あの堺の立正の森でやった記者発表も、うん、まあ、ディフェンディングチャンピオンは、まあ、呼びました、はい、ベテランなんで、はい、ネイサン・アールはね、ね、ただあとは全員 U23 に知ってたんですよ。でそのうちのニコラス・ビンノクロフ、はい、あと寺田義樹、はい、うん、まあ、多分ね、あの最初の4人見たときに、なんだよこのレース、全然ヨーロッパのワールドツアーの選手いないじゃんって多分一般のファンの人は思ったと思うんですね、はい、うん、まあでもそれが別にジャパンカップでもないし埼玉クリテでもないんで、まあそう思われてしまうのでいいんですけど、ただあの記者発表に呼んだ2人がステージ優勝とポイント賞を取って、そうですね、はい、新人賞も、はい、でここ数年のやっぱり数回のツアーオブジャパンで U23 の選手、まあ昨年はねルーク・ランパティはすごかったですけど、はいはい、ただなんか全体的にそういうメッセージが1年目で浸透した感じはあって、うん、なるほど、はいはい、まあ寺田義樹様様だったんですけど、いやだいぶ持っていったというか、うん、主役でしたね本当に彼は。ただあえてその最初4人っていう記者発表の選手をセレクトするときに、うん、まあもちろん堺なんで地元の島野っていうのもあったんですが、うん、やっぱり彼をピックアップして、うん、あの4人は栗村さんが選ばれたんですか。そうなんです。ただ実は最初選んだとき僕もうちょっとその年齢じゃなくてバリュー中心で選んだんですけど、はいはいはい、まあ、あの TOG のうちの、まあ、職員だったりスタッフだったり中野裕次郎さんに、なんで若者の大会にしたんじゃないのと、はい、記者発表こんな年齢高くていいのって逆に言われちゃったんですよ、はい、でそれは僕はやっぱその若い選手4人並べてもなんか分かんないだろうなっていうところのちょっと自分のジレンマだったんですが、まあ、それを 言ってもらったことでそれはそうだよなと、俺考えてニュージェネレーションっていう名前をつけて、まあ、時代変えていくって言ったのに記者発表なんか強い選手だけどもう30近い30前後の選手呼んでもしょうがないなってことで実はあれ選んでたんですね、うん、なるほど、はい、で蓋を開けたらやはりその、イギリスのねセントパイランの選手、はい、19歳の選手買ってお父さんとね、はい、お父さん泣きながら抱擁とか、ね、はい、まあ、なんかそういういいシーンが本当にいくつか見れて、まあ、この後出てくると思うんですけどクラスも変えたことでね、はい、クラブチームも呼んで、まあ、ズタボロでしたけど、うん、はい、でまあ、その中でもいくつか光るものが見えたので、見せ場もあってで、はい、うん、よかったですね、まあ、それが僕自身は率直に結構その新しいコンセプトの中で1年目から化学反応は見れたなっていう気はしました、うん、なるほどですね。なんか今回どうでしょうね、やっぱりチームとして目立ってたところがいくつかあったと思っていて、まあ、そのうちの一つがどうしてもこうジャージのイメージもあるんでアスタナのディベロップメントチームはすごく、まあ、目立って、まあ、そしてやっぱり結構個々の力が強かったなっていう印象があって、なんかあれを見てて、まあ、ワールドチームだったり強豪チームの、まあ、育成チームばっかりが来るようなレースになってもそれはそれで面白いんだろうなっていうのはなんか今回ちょっと見えました。はい、まあ、まさに私たちが目指しているのがそこなんですね。まあ、ツール・ド・ラブニールっていうのはネーションズカップなんで、はい、まあ、国対抗戦ナショナルチームしか出れないんですけど、まあ、あれに近いようなレースで、やっぱり小畑さんも見ていて分かったと思うんですが、なんていうんですかね、そのトップレベルのチームが来るのは彼らは別にその目指しているレースじゃないんですよね。例えばワールドツアーの チームがジャパンカップ出るときってジャパンカップを真剣に走ってくれてるってわーってなるじゃないですか、はい、でもまあそれがもうちょっと見方が、はい、うん、シーズン終盤なのに本気で戦ってくれたんだっていう、まあ、それはそれで僕も好きなんですけど、うん、ただやっぱり今回 TOJ ですごい活躍した誰でしたっけ、イギリスのアスタナのマックス・ウォーカー、マックス・ウォーカーさん、はい、マックス・ウォーカーとかもやっぱりねツールに将来出るのが夢だで、ニコラス・ビノクルフもやっぱりねワールドツアーで活躍するのが夢だ、はい、だからその足がかり、今回のパンフレットにもね中野さん作ってもらった昨年のルーク・ランパティの顔がバーンと出て、はい、でやっぱりここでステージ優勝することが次につながるっていう、まあ、本気で勝ちに来るレースをしてくれる、なんかそういうものがパッて見て、あの有名選手だサイン欲しいって思えないんでしょうけど、うん、まあ、でも今回はビノクロフってね、はい、違い目でバリューはあったんですが、そうですね、はい、うん、でもなんかその本気で戦い合うレースの今年作れたというか、うん、でレースも前に前に行くレースを彼らがしてくれたので、はいはい、
で富士山ステージですよ。やっぱりまあ、監督のシュモンとも話したんですけど、はい、うちはクライマーいないから、うん、富士山はきついねと、マックスもニコラスも、うん、富士山はきついだけど、まあ、結局アスタナは最初の周回で逃げて、はい、クライマーじゃないけどチャレンジしてるんですよね、うん、ああいうレースを見たくて最初周回作ってたんで、はいはいはい、なんか本当にこう個人的にはすごくその普段ねあんまりレースこういう言い方するとあれですけど興味いかないんですよ、はい、大会を主催者があって、運営してるとそうでしょうね、はい、今年はねレースが気になりました、ね、はい、いやなんかやっぱり、まあ、僕はその立場上レポート書く関係上で、まあ、基本的にレースの流れは全部マイレース見てたんですが、まあ、映像逆に言うと映像でしか見れないというかあんまりエンドに立っちゃうと展開が見えないっていうのもあったんですけど、いや面白いレースが毎日あって、なんかこう逃げが決まるか決まらないかとか逃げ切ったとかっていうレース個々としてすごい面白かったんですけど、まあ、だからそれがゆえにというかちょっとメディアチームとしての、まあ、特に個人的な課題としてはそれをじゃあどう伝えるかって問題も出てくるなって結構感じて、それこそ、ね、ランパーティーの名前出ましたけど、そのランパーティーがもう今年はジロー走ってる同じ時期にっていうことが起きていて、 でもそれってもう TOG がこのテイストで続くなら、まあ、多分毎年起こってもおかしくないことじゃないですか。そうするとじゃあ来年ジローとかグランツール走る選手をもう TOC で見つけることができるんだっていう面白さみたいなのをファンの方にうまく伝えられたら結構こう大会のバリューというか見に来る価値も上げられるのかなとか、結構その辺大会が変わったことでメディアのその、まあ、公式チームのメディアの発信の仕方も変えられるなっていうのは面白い発見でした。こういう立場じゃないとできなかったと思います。そうですね、まあ、まさにそこもね我々のこう、まあ、今日もある意味尾本さんにこういう機会いただいたので、まあ、お伝えできてますし、まあ、物事ってやっぱりこう発信して浸透するのに少しタイムラグがあるので、はい、まあ、1回やってダメだったからやめるんではなくて、まあ、僕もそこは愚直に、ね、やっていかなきゃいけないと思うし、まあ、こうやって言うと綺麗なんですけど、はい、まあ、でも正直もうジャパンカップとか埼玉クリテには並べないんですよ、うん、まあ、そもそも時期的に5月に、ね、ワールドチーム呼ぶのは難しくて、で、ね、はい、で前そのバーレーンとかランプレ来てくれたのは正直あれメリダの圧力なんですよ。なるほどまあ圧力って言い方あれですけど、はい、まあ、要請というプロなんで、はい、やっぱりアジアマーケット、うん、のレースはおそらくですよいくつか出ましょうっていう約束事があるんですね、うん、はい、だから彼らは来てくれてたんですけど、うん、何もなくやっぱりワールドチームをこの時期に呼ぼうと思うと飛行機代まず全部出さなきゃいけないのと、うん、あと基本ビジネスクラスなんですよ。はいはい、もうベラボーですよ。それだけっていう話ですね。で、コンチネンタルチームはみんな自腹で来てくれるんです。ああそうなんですね。そうなんです。で UCI プロチームだと何かあれば多分自腹で来てくれるんですけど、はい、基本はおうちプロチームだぞと招待しろやと、はい、なんでそこら辺のやっぱね違いも実はあって、で昨日ちょっと昨日じゃないな大会終わってチーフコミッセルとちょっと話した中で、はい、まあ、ワールドチームをアジアのレースが呼ぶのはいいんだけど、ワールドチームがアジア来るときは基本的に上から目線だぞと、うん、で、なるほど、うん、やっぱり来てやったんだっていう、まあ、別にそんな悪く言うつもりじゃないんですけど、はい、まあ、やっぱりそういう力関係ができてしまって、うん、で要求はやっぱり大きくなるんです、うん、ホテルの部屋だったりとか、はいはい、食事とか待遇面とか、ね、だからなんかそのあとレースもワールドチームが1チーム来てるとコントロール始めると、はい、他のチームひれ伏すんですよね。だからやっぱり逃げができてコントロールして逃げが縮まっていって捕まえるみたいな大雑把なレースになりやすいっていうのは、うん、それはチーフも言ってました、はい、ね、だからまあ中国とかは結構政府系のお金でまあ有名な選手、はいはい、有名なチーム呼んでってなるんですけど、もちろん良し悪しですよ。そうですね、いい選手が来るんでお客さんも喜んでくれるってなるんですが、ただやっぱりそのデメリットもゼロではないということで、まあそういう意味では本当に TOJ が向かうべきものっていうのはジャパンカップとか埼玉クリテはちょっと一線を画したところなのかなっていうのはまた違う意味合いでありますよね、はい、まあ、今回ちょっとね埼玉クリテとかその辺の話も出たんで、まあ、僕もなんか結構
感心したって言ったら変な言い方なんですけどあったのが、まあ、あのこの本がちょうど期間中に出たので、ちょっとプレステントで売らせていただいたんですね。で、まあ、毎日ある程度の方にお越しいただいて、で、まあ、本があることでこう自分のツードフランス体験とか感染をどうしてるかってことを結構語ってくださる方がいらっしゃって、で、まあ、すごく多いわけじゃないんですけど少なくない方が埼玉クリテで初めてレースを見て、それでレース見るようになったんですかとか、やっぱり結構いらっしゃって、でなんかやっぱ埼玉クリテのなんでしょうね、失礼っていうのはいろいろね意見はあると思うんですけど、ただファンを増やすっていう意味ですごく TOJ まで来るようなファンが増やしてるっていう意味でやっぱすごく意義があるんだなっていうのは、まあちょっと僕もどこかで冷めた目で満ちた時期もあったんですけど、まあこれはこれですごくいいなっていうんで、だからすごく日本の中でいろんなバリエーションのレースっていうのがまあ今増えてくるところなんだなっていうのは思いました。そうですね、本当おっしゃる通りで、まあ、それぞれがやっぱそれぞれの強みというものを持って、これまあさっきのチームの話と一緒なんですけど、まあやはり中央でまあそういう全体をデザインして、あなたの役割はここ、あなたの役割はここ、その変に競わせて全員が背伸びしてもうつま先立ちでグラグラになるんじゃなくて、だから我々もどうしてもその比べられちゃう時もあるんですよね。ワールドチーム来ないんですかとかね。ただまあさっき言った諸事情、まあ期間的な超フルシーズンの最盛期、グランツール1個重なってるっていうのもありますし、ただなんかそこは本当なんていうんですかね、埼玉クリテ、ジャパンカップっていうその世界のトップクラスの選手が来る、まあ分かりやすいバリュー、まあそれによるさっきお話されたね効果っていうのは、そこはもう僕も全然否定のしようがないし、僕も行ってやっぱすごく楽しいし、そう、ただそれだけだとさっき言ったような日本の競技力っていうのは結局もう主役の世界トップ選手が来て日本人選手全ピエロにされちゃうんですよね。もちろんそこに打ち勝つっていうのはあるんですけど、ただねご存知のようにいやいやアタックするなよみたいないやいや、まああるんですよ、これ自転車レースってやっぱりこうそれは日本とかじゃなくて、コンチネンタルチームがやっぱりワールドツアーのレース出ると後ろ下がってるみたいな、あるじゃないですか、だからまあそういう意味ではやっぱりこうそうならないレース、役割分担っていうのはすごい大事だし、なんかそれを全体でコントロールできるデザインできる人というかね、だからそこに、このビビルに入ってますけども、ちょっとうまく連携しながら競技連盟さんともね、そこ笑うとこいや今の最初にね、この今の段の最初に、中央でしっかりコントロールしてって話から入られていて、このじゃあ中央ってのはどこなんでしょうか、ちょっと聞こうかなとも思ったんですけど、今話がこう進んでいって、あ、栗村さんがご自身でやっぱり目指されているところはそこなんだなっていうのを感じました。そうですね、まあいろんな組織があるので、ナショナルフェデレーションが、やるべきとこと、ナショナルフェデレーションの範疇ではもう手出せないところもあるし、ヨーロッパには主催者協会というのもあって、レース主催者同士がね、いろんな横の連携を取っていて、今UCI がやっぱり世界の自転車競技連合が旗を振ってワールドツアーってものを作りましたよね、いろいろその現場レベルでは賛否両論あると思うんですけど、ワールドツアー化っていうのがまさに全体デザインの最たる例なので、それが例えば女子の方もそれに、それがあることで女子が乗っかっていって、今発展しようとしてるっていう意味では、そのグランドデザインが本当に正しいかどうかっていう評価はまだこの先なのかもしれないですけど、一つ形としては見えてますもんね。UCI って基本悪者じゃないですか、そうですね、褒められないですよね。いや褒められてるの聞いたことないし、ないですよね。だけどこれはもう宿命なんですよね、競技連盟とか競技連合とか、やっぱりルールを作って、なんかデザインをして、ある方向にその導こうとしたときに、僕もそのいわゆる国民、一国民としては、例えば政治とか、なんかその、いわゆるね、その警察の皆さんとかね、取り締まる側には文句しか出ないじゃないですか、なんか表面的な。でもそれによって我々の安全が守られてたりとか、ね、それこそ命が守られてるってあんまり感じないですよね、
で自転車レースもそういう意味でいくと UCI もまあ突っ込みどころは満載なんですけど、はい、やっぱりアジェンダなんか作ったじゃないですか、2025とかいろいろで確実に改革をして自転車ロードレースを体系化してきてるのは事実なんですね。だからまあ本当は僕も文句言ってる側にずっといたいんですよ、はい、外圧でいたいんです、はい、だけど気がついたらこっち側来てるからそうですね、はい、だからなんかそのだいぶそっち側の階段を一段飛ばしで上がってってるような雰囲気すらありますけどね。で、まあ、一方でねでもメディア出演も続けてるんで、 そこのちょっと乖離がもう自分の中でも埋められなくなってきてるんですけど、はい、いやだから今日ねもしかしたらお越しいただいた皆さんは栗村さんのいでたち見てちょっとおって思った可能性もありますよね。あ今もうスーツでこの格好ね、はい、バリッと決められていてもうね夏近いのにね、はい、今日結構蒸し暑いですけど蒸し暑いですけど、ね、でももうそういう立場でもあるっていうね。これなんか大丈夫ですかこれ今日僕いやいや僕の話ばっかになっちゃっていいですよ。クレブラさんのお話を伺うんですけど、まあ、おまさんの番組ですから、ね、思ったより結構センシティブなところにそうそう突っ込みかけてるなっていうのはありますが、ちょっとまあまあ硬い話はね、はいはいはい、これくらいにしといて、はいはいまあ、そうですね、だいぶ時間もだいぶあっという間に、はい、こんな感じで調子できちゃったんですけれども、まあやっぱりツアブジャパンですので、うん、そしてツールドフランスの本も出たということで、はいまあ、旅するっていうところの話も伺いたいなと思っていて、はい、やっぱツールドフランスは毎年コースが違くて、うん、基本的には違う街を通って、まあ、時計回り反時計回りあったりして、なんなら外国にも行ってっていう本当にその何でしょう、今よく語られますけど観光プロモーションとしての、ね、側面もすごく強いと。で TOG ももちろんその8ステージ8日間、まあ、いろんな街土地を巡るというところで TOG のその観光的ななんか側面っていうのはどういうなんか運営というかどういう出し方をしているのかなっていうのは知りたいなと。そうですね、まあ、TOG ももともと成り立ちでいくと、まあ、ツールドフランスはもともと新聞社が新聞売るためで今はもう、ね、完全に観光、はい、コンテンツにイベント会社がやる、まあ、観光プロモーション、うん、で政府もまあ関わってね、はいまあ、観光大国ですからね、うん、フランスが。で TOG はもともといわゆる競輪界が、まあ、もう 100% バックアップしているような大会で、まあ、いわゆるその競輪の補助金を、まあ、全て競輪の補助金でやっていた時代もあったんですね、はいはい、だからその頃の TOG のコンセプトっていうのは自転車だったんですよ。5月の自転車月間の主力事業で、まあ、自転車の認知度を高める。ただ今はその各ステージに実行委員会ができてそのバックが大体自治体なの で、はい、で自治体さんの予算も入ってるんですね。でその予算要するに自治体のお金を使うのがまさに観光という切り口だったりとか、まあ、地域おこしっていう切り口で、でまあ自転車活用推進法っていうのができたので、まあその政策の一つとして各地域が予算をつけてる。でこれがまあ近年 TOJ がまあツールドフランスも変わってきたように TOJ も変わってきて、で TOJ の今メインのコンセプトが2つあってニュージェネレーションと地域貢献社会貢献です。そちらはまさにその地域が地域を豊かにするために TOJ を開催してくれてるっていう部分ですね。なんかあんまり笑いが起きないですねこの話す内容的にね。いやいや大丈夫ですか。いや場所と、ね、立場とこのスーツ姿というところでどうしてもこう普段の感じにならないのかもしれないんですけど、まあでもまあちょっと貴重な機会です、はいはい、いや本当にそうなんですよ、はい、いやそういうのを伺いたいなと思っていて、それこそツールドフランスなんかは街がお金出してでも呼びたがる大会なんですか。そうですね、はい、それはまあラインレースだっていうのもあると思うんですけど、そういう意味ではまあちょっとお金の出所はあれですけど各自治体がまあ、お金を出して TOJ のステージをまあ呼ぶというか、でもねそういう誘致の動きは本当にありますよ。 あるんですね。 TOJ ただ大阪東京をつながなきゃいけないんで、はい、もうそこに縛りがあるんですよ。そうですよね。あとやっぱ既存のステージさんは大事にしたいので、はい、まあなんか抜けたとかならない限りはなるほどちょっと入りづらい、だから直近で言うとやっぱ伊豆ステージがそうですね、まあちょっと五輪の関係もあって、はい、少しお休みする間に相模原が入ったとかあるんですけど、はいはい、ただ TOJ はやっぱりこうやりたいというか、うん、ゼロから UCI レース1個作るより TOJ の1個になった方が安く済むんですよ。確かにそうですね、はい、なるほど。実はそういう動きはありますね、はいはい、やっぱりレース帯同してると俺は TOJ 帯同20年目なんだみたいな、まあ、ベテランの関係者の方とかもいて今回お話伺っていて、
僕も全然知らなかったのは宇都宮ステージもあったってありましたね。あのジャパンカップのコースは知ってたんですよね。そうなんです。一回そうなんかすごい移動が大変だった。北関東行って降りてくるっていう、はいはい、でもなんかそういうやっぱり結構歴史と変遷あったんだなっていうのはなんか興味深かったです。そうなんですよね、まあ、あの時は茂木を通ってたんで、はい、ただ今は一番スムースに比較的西から東京に、ね、はいはいね、つながってる感じですけど、はいはい、まあでもねやっぱツールドフランスは僕も現地で何度も 見ましたけど、まあこれはねもう文化ですから ね、 そうですね、なかなか真似できない規模感と、うん、だなと思いますね。まあもちろん文化で、ね、ツール来るからみんな見に行こうと思うんですけど、まあ、僕もちょっと最近ツール行き出してまだ2年なんですけど、まあ、結構沿道のお客さんに話を聞くようにしていて、まあ、その形がこの本には結構なってるかなと思うんですけど、割とみんなキャラバン目当てだなっていうのがすごく感じまして。あ、そうですか、はい、だからものですか。ものですね。あ、いやだから同じキャラバン、まあ、もちろん2キロとか車列作る必要ないですけど、はい、普通にあのスポンサーさんの車を走らせて物を投げ込めばこれが実現できるんじゃないかっていう気は正直しました。 やりたいんですけど、はい、やっぱり行動で ですよ、ね、物を投げるという、はい、投げていいのは持ちくらいですよね、あのスポンサーさんとかね。そうですね、だから行動じゃない、ね、投稿法とかね、はい、やっぱ日本人はね、まあ、ルールに非常に厳しいので、はい、しかもまあプロモーションじゃないですか、はい、AD 活動じゃないですか、あ、ね、まあ、でも本当僕が TOJ の仕事ついた2014年に比べると警察の皆さんも理解度とかは全く変わりましたね。あのやっぱ東京五輪を機に、うん、もう20年前と今とじゃそのやりやすさは今やりやすくなったって意味で、はいはい、あの本当にこう協力的になりましたので、うん、もしかしたら今言えば巻いてもいいかもしれないです、はい、まあ、何かしら少しじわじわとねやってて、僕ねそのジャパンカップで1回、ね、怖い思いをしてて、あのチームカー乗ってて、はい、でチームの、あ、この助手席側からチームカー結構たまにやってますよね。そう、前あのチームのね、ポストカードみたいなの配ったんですよ、はいはいはい、風でふわってきて戻ってきてお客さんそれうわって取りに来たら、はいはいはい、後ろの車に本当に引かれそうになったんですよ、はいはい、これ変に配ると危ないなっていうか、はい、それはあのキャラバンでも見ます、ツールでもやっぱりみんなもうまっしぐらなんで、ね、お構いなしなんですよね。で結構危ないシーン子供も含めて見てます見てます見てます、全然あります。でもいやこれこうカットでそうですね、配れなくなっちゃう、はい、そうです、ね、そうだからやっぱ飛ぶやつじゃないとね、はい、そうですね、遠くにバーってみんな向こうに走っていくようなやつじゃない。いやだから結構あのキャラバンのグッズ配るチームも結構頭使ってあの丸くなるやつとかいろいろねやっぱ思考凝らしてて戻ってこないやつね、戻ってこない、なかなか風でパーパー飛んでいかないような結構距離が出るようなものとかにしてますね最近は。あ、そうなんです、そういう感じあります、すごく。たまに紙物とかあって、紙物はね誰も見向きしないんですよ。だからヒラヒラってなった時点でみんなもうふって次にこう行くみたいなでそんないいもん配ってますそもそも。でもあれですよ、あのコショヌっていうサラミメーカーの、はいはい、あの大会のスポンサーでもあるんですけど、あれはもう美味しいですし、あ、食べ物、あ、で、あのポッドキャストでも喋ったんですけど、そのコショヌってブランドがあのピンクのチェック柄がブランドのカラーなんですけど、それのキャップがあるんですよ、はいはい、あのボブキャップって、あのなんていうんだ、ボブハットかなんですけど、あれがすごい人気なんですよ。あ、そうなんだ。で確かに物も すごく悪くはなくてまあまあなクオリティなんですけど、それはあのフランスのメルカリで30ユーロとかで売ってるの、取引されるらしくて、結構そういうのもあるらしいです。いいものもあるんですよ。なんかちょっと夢が壊れますね。いやいやいや、なんかね、頑張ってないですよ。そうですか。そうですか。そうなんだ。らしいですよ。だから結構みんな必死で取りに行く。いやなんかもう今年のツール沿道にいる人みんななんかメルカリやってる感じなのが。いや身も蓋もないんですけど、あの沿道の人のまあ7割くらいはまあどうでしょうね。例えばポガチャルとかインゲゴくらいは知っててもどうでしょう、なんか。あんまりこうプロチームの選手とかまで絶対知らないような感じですよ。意外とねロマン・バルデが総合優勝狙った時にフランス僕 J スポーツの中継で行って、
みんなバルで知らないんだ。そうだと思います。はい、そうだから特にバルではあまり知られてない。あ、とか感じあります。いや、なんかそのまあベルナール・イノーとかローラン・フィニオンとかの時代ってまあ誰も知ってたじゃないですか。でも最近のやっぱフランス人選手のトップ選手っていうのはまあ何ですかね、まあ例えばプロ野球の選手、プロ野球好きな人はあれですけど、大谷翔平ぐらいになれば知ってますけど、日本の今じゃあ首位打者誰って聞かれて、そう、そんな感じなんですよ。だからですよね、 J リーグ今どこ首位って言われても J1 パッと出てこなかったりとかね、まあ、代表クラスになるとねなんとなく分かりますけど、はい、でも近所でのスタジアムでじゃあサッカーの親善試合があって市民の人タダで行けますよって言ったらみんな行くじゃないですか、ね、なるほどね。結構そういうのに近いのかなっていうのは、はい、やっぱ思いますね。そうですね、そうだからまあ確かにフランスもそういう意味では一時期ね、はい、競技力も下がって、うん、まあ、ちょっとツール離れみたいなのね、うん、でもまた戻ってきたんじゃないですかね。アラフィリップはやっぱり人気が、はい、アラフィリップが、ね、出てきてから子供の数増えたなと思いますから、ね、あ、なるほど、そうか。あとやっぱり去年リリースされたネットフリックスのツール・ド・フランスが、はいはいはい、あれがフランステレビジョンが作ってるんですよね、うん、だから基本はフランス語の番組なんですよね、大元が。それは英語に翻訳したりしてるんですけど、それもあってフランスの若い人たちが去年がシーズン1だったんですけど6月に公開されて、去年はだからそれでフランス人増えたっていうのは言ってました。すごい、ネットフリックスで。ネットフリックスアメリカ、結局アメリカ、そうですよね、そうなっちゃうけど。あ、そう、はい、じゃあなんかあれだね、ニーサで SP500 買わないといけないね、なんかね、はい、アメリカ企業、結局アメリカ企業だったらなんか夢のない話してますね。いやいやいや今ちょっと今そうか、やっぱ結局アメリカが中心にいるのかと思って、はい、まあでもそのエンタメみたいな文脈でいくとやっぱアメリカ人はうまいのかなっていう、ね、まあ確かにね、はい、ありますけど。でもなんかその話は特徴的ですね、はい、結局フランスの文化が少しこうなんとなく国民的スポーツイベントが右肩下がりだったところに、はい、ね、アメリカの、まあ、まさにエンターテインメント中心にネットフリックスがフランスの若者に訴求したってことですよね。はい、でも面白いですね、そういうのは。いや、面白いです。なんかすごくその国同士のダイナミズムを見るような思いもする。まあジロなんかもすごく最近英語化も進んでますし、うん、ですね、なんかすごくね英語的になってるなっていうのはツールの遠藤言ってもすごいね思ったりもするんですけれども、うん、結構あっという間に時間があっという間にねあと8分ほどとなりましたので、ぜひちょっと今回ね、聞いてみたかったのが大会ディレクターの1日レース中の、うん、どんな組織委員長ですけどね。ごめんなさい。まあどっちでもいいですよ。もうなんかもう何でもやってますから。これ、ね、本当にもう申し訳ありませんとしか言えないんですけど、ね、現場にいらっしゃるんですよ。てか何なら車もさっき言いましたけど運転してて。大会ディレクターっぽいですもんね。いや、ディレクターっぽいというか、いやもうそうですね、組織委員長。本当はね毎日この格好で。はい、そうですね。なんか、はい、お付きの人がいて。こう手出すとコーラが出てきて。はい、はっつってこっち左で出すとこうナッツが出てきて、はい、はい、みたいな、そういうの憧れてるんですけどね。無理かな、無理無理って、はい、そう。でもまあその組織委員長の一日、はい、多分大会期間中、まあ、その旅している中でどういう過ごし方してるのかなってちょっとお伺いしたいなと思いました、はい、そうですね、昔はね結構寝なあ TOG 始まるぞと、はいはい、で寝なくて1週間寝なくていいやって思ってたんですよ。まあなんか、まあ、ちょっと元気だったんですよね、はい、最近はもう寝ないと、はい、持たない目標6時間は寝たいので、はい、で、まあ、それがまず前提で、ああ大丈夫です。そういう意味ではでも僕よりいわゆる職員とか他のスタッフさんの方が朝早いです。なるほど、もう全然早いです、はい、もう5時台から稼働しているスタッフも多いので、僕はそこまでは早くないの で、はい、で MC さんをまあ会場に連れ、はい、連れて、それが最初の仕事になって、でもその仕事があるから朝がちょっとむしろゆっくりで済んでるんですね。なるほど、はいはいはい、でまあ朝起きて、で僕ねご飯は、まあ、ついてるところとついてないところあるんですけど、はい、え宿ってことですか。宿、はいはいはい、でただ僕はねもうほとんど宿でご飯食べないです。ああそういう話をお伺いしたんです、ね、そう、あそうなんですよ。なので
まあ、コンビニだったりとか。コンビニなんですね。そう、そこでその土地の。いや、あのね、あとはね、あのウォーキング、これちょっと時系列で言えなくて申し訳ないですけど、はいはいはい、基本1日1万歩歩きたいんですよ。はいはい、それをどこに組み込むか問題があって。なるほど、はい。で、ウォーキングをしながら、まあ、ちょっとその、まあ、これスタッフに言ってないからあれなんですけど、だいたい徒歩で20分ぐらいのラーメン屋とかあったら、はいはいはい、そこまで歩いていくんですよ。なるほど。おで、まあ、なんかその食べて、はい、で、まあ、パソコン持ってきます、はい、でちょうどその時間にこうレースレポートが上がったりダイジェストが上がったりして、まあ、そこを整える作業をするんですけど、はいはい、で、まあ、そんな感じで、まあ、ご飯はちょっとこのとにかく合理的に何かに、はい、まあ、組み込みたいんですよね、はいはいはい。でまあ、ごめんなさい、朝に戻ると起きてレース会場行って、でそこから僕、まあ、そのレースディレクターっていう業務に変わるので、はい、あの朝の UCI のミーティング出て、うん、でまあ、オーガナイザー代表としてまず、例えば今日補給はもうあのスタート暑いから早めにやりますよみたいな話が出るんですね、はいはい、でそれはオーガナイザーとしてまずチーフコミッセルと話をします、はい、で許可します、うん、でそれを関係するスタッフに、まあ、電話とかで伝えて変更がありましたよみたいな。でオーガナイザー兼レースディレクターなんで、はい、まあ、レースディレクターとしての会話をして、で、その後、まあ、各チーム回ったりとか足で回って挨拶して、まあ、ちょっとこうヘラヘラ、うん、ヘラヘラってことはないでしょ。いやもうヘラヘラする、はい、もう笑顔をやっぱこう振りまいてね、はいはいはい、まあ、それが最終的に疲れになっちゃうんですけど、いやそうでしょう、ね、でレースの、まあ、5分前ぐらいにそのレースディレクターカーが先行で動き出すので、はいはい、まあ、そこに乗ると、うん、でハードなコースは酔っちゃうんで自分で運転してます、はい、東京ステージかミノステージはドライバーさんにお願いしてるということですね、はいはい、でレースが終わると、まあコミッセルミーティングとか、あとはあのやっぱりそのいろんなものを兼務しているので、まあ、会場内、ね、うろ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 して、うんうんうん、でレースが終わって、でそのまま、MC さんなどの業務が終わって、まあ、大会のスタッフも終わった時に運転して次のステージに移動する。で次のステージ移動したらすぐにそのまま、次のステージのコースを見ます。あ、設営状況を確認して、はい、で確認をして、MC さんのホテル、まあ、大体一緒なんですけども、うんうん、戻って、でそこから、ホームページ、はい、SNS のフルチェック と、はい、整え作業です、はいはい、あの例えば、ダイジェスト上げてくださってるんで、はい、まあ、それの、うん、YouTube ってこう並びとかいろいろあるんですよ。なるほど。 はいはい、あとコメントは一応オンになってるんで僕がオフにしてるんです僕オフ派なんで。それ YouTube のコメントってことですか？ YouTube のコメント、 あのレース中の荒れるの嫌いなんですよね、はいはいはい、だからライブももうオフってるんですはいはいはい、あの、いや、あのね、オン派の人もいるのは分かるんですよ。オンにした方が数字伸びるってのあるんですけど、まあ、ごく一部ちょっと荒らす人がいるので、あれ、実況とか解説やってるともろ食らいますよね。いやですよね特に YouTube はね、はい、ここ流れてますからね、はい、ニコ動みたいじゃないからいいですけどね、はいはい、まだね、そう、はい、また例えばそういう細かいのとか、はいはい、あとまあレポートなどはね皆さんの方で作ってくれて上がるんですけど、例えばレポートに YouTube 貼り付けたりとか、うん、まあ、なんかそういう全般やってでその作業の合間にさっきのウォーキングと夕食と洗濯 と、はい、会、はい、翌朝の翌朝のご飯の買い出しとかですね、はい、あと筋トレして、おまあ、でも1日が終わりますね。寝るようにしてるっていう話でしたけど、体調管理すごい選手バレに大事ですよね、ステージレース。そうですね、でも本当昔は大体大丈夫でしたけどね、はいはいはい、最近は体調管理ちゃんとしないと、うん、やっぱ風邪とか引けないですからね。バッドデーとか言えない立場で、ね、あ、そうですねバッドデーは言えないですね、はい、リタイアできないですもんね。ね、じゃあ帰るっていうことで荷物まとめてってわけにいかないですからね。去年1日ちょっとね下痢嘔吐の日があったんですよ。でそれ隠してなきゃいけないじゃないですか、はい、でまあそのコロナとかじゃないんですけど、まだ去年少しまだ世の中少しコロナに敏感だったんで、はいはい、体調不良はやっぱこう
ちょっとピリッとしますよね。一応検査したんですよ、はい、でまあ陰性だったんですけど、うん、あんまりこうね痛くないですね、嫌な感じが出せないとか、はい、そういうのはありましたけど、ね、まあ、そういった、ねところでなんかまだまだ全然お話は伺えちゃいますが、時間もかなりいいところに来ちゃいましたね。もうあっという間に、はい、すいません、なんかこちらこそありがとうございます。あっちゃこっちゃいっちゃう。いやでもせっかく皆さんいらしてるんで、あ、そうですね、ちょっとなんか聞いてみたいこととか、何でもいいので、せっかくの機会ですので、はい、もしあれば 2,3、ピックアップできればと思います。これ編集するんですよね。いやいや、うちのは、いや、うちでは出さないんだっけ。はい、編集しますよね。します、はい、いくつかしてくださいね、なんか、はい、多分あった気がする。際どいのは、はい、なので逆に言うと際どい質問も OK ということになりますので、はい、この場限りで、はい、どうぞ。うんうんうん、レース実況ってすごい長い時間取られちゃうんですけど、その話で大丈夫ですかね。もちろん大丈夫です、どうぞ。はい、昨今ではのタイパタイパとか言ったりして、まあ、短い時間で充実させるものがある中で、ミラノサンレモ見たりとかクラシックレース見たりするとすごい長いんですけども、どうしてもその、本場のところとか見てもなんかの暇な時間はスリーピングタイムとか言われちゃったりして、いや暇な時間レーススタートしてから終わりまで、暇な、まあ、暇見てる分には暇なんですけども、暇なただ移動しているように見えるだけの、時間帯でもいろんな動きがあると思うんですよね。でそこから来る位置取りだったりとか、たまたまいたとかたまたま、落車したとか自分はないと思ってるんで、その辺のその解説の、レース中の充実具合ってどのくらい上げられるのかなと思ったりするんですけど。いい質問ですね、これ。いや、まあ、今解説への質問だったので、はい、栗山さんにお答えいただきたいと思いつつ、要は雑談ばっかしてんじゃないよっていう話でもない。はい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 。はいはい、そうですね、見るべきものがあるんじゃないかということですね。退屈な時間に見るべき動きあるんじゃないかと。そうですね、それはもうおっしゃる通りで、そこは、まあ、多分両方できるんですよね。映像に注力して、まあ、多分例えば視聴者の方も求めているものが多分全然違う、本当にいやレースそんな詳しく聞きたくなくて思い出話とか雑談を聞きたくて見ている方もいて、一方でやっぱりあくまでも映像をフォローするもの、まあ、そこのバランスだったりとか、あとはさっきの役割分担の話じゃないですけど、まあなんかそういうのが得意な解説者の方の日があったりとか、まあ、雑談プロとして話してる方がいらっしゃるかどうか分かりませんけども、なんか多分答えはないんだろうなと思うんですね。でおっしゃるようにその位置取りがあって、まあ、それがその答え合わせというか、何かアクシデントになった。僕もすごく意識しているのは、まあ、レースの映像から目を離さずに何かあったら、まあ、話の途中でもぶった切っていくようにはしてるんですね。ただそのサッシャーはもうバンバンぶった切ってくるんですね、まあ、お城とかでも。だからそれで多分いやいやもうお城はいいからさとか、まあ、映像見りゃ分かるからさ、解説者が気持ちを語ってんだからそれ聞きたいよっていう人ももしかしたらいるかもしれないですよね。だね、これはねもうね20年やっててやっぱ答えがないなっていうのは思って1週か2週してもう好きなように喋ろうと。だからそうですね、これ難しいですよね。難しいですよね。いや本当に難しい。だって結構 J スポーツ来たらね、年上の人多いじゃないですか、はい、そうですね、高齢化進んでるんで切れなくないですか途中で。いやそれすごいあってありますよ。僕もその大御所の自分ナビゲーター側で大御所の方とやるとき切れないですもんね。まあ話続いてるときとかね、いや落車してるしって思いながら一応こういうか指出してで僕もまあ切りに行こうとは思うんですけど、なんかそこのバランスはそうですね、難しいですね、本当に難しいなって思います。あと、ね、ダブル解説の時とかね、あ、そうですね、例に言う居酒屋タイム
ていうのは、居酒屋はまあね、居酒屋タイムですけど、いやなんかあれに入ると、はい、自分のこのトーク力のなさを突きつけられて非常に大変だなと思いました。そんな風に思ってたの？思いました。あの時間帯結構大変やなと思いました。そうなので、まあ、ちょっとあのそこお答えになったか分かんないですけど、はい、そうですね、うん、まあでもそうですね、結構英語とか現地実況も耳で聞きながらやってるので、まあ、どういう感じでやってるのかなとかは思いつつ、ね、でも日本遅い時間なんでね、うん、やっぱ動きだけフォローしてると逆に視聴者の皆さんが大爆笑を起こすんじゃないかなと、そこは難しいなと思いながら、すみません、大丈夫ですか、なんか他に言いたいこと、なんか個人的にはその放送中じゃなくていいんですけど、レース終わった後のなんか分析的な番組があるといいなと思ったんですよ ね、 そうですね、戦略とかを答え合わせするじゃないですけど、ね、なんかああいうのって英語圏では結構あるんですけど、うん、日本だとなかなかないですけど、まあ他のスポーツだったらね、はい、プロ野球とかもすごいやってるので、はい、まあそこはねスポーツの成熟度の違いにもなっちゃうのかなと、なんかそういうのあると、まあね、1週間に1回でもそういうのあると、じゃあ今度何もないステージの時にも見方がちょっと増えるかなっていうのは、もしかしたら面白いかもなっていうね、ありますけどね。それやるには全レース全部見なきゃいけないからね、文脈を全部理解してないと全解説できないですから ね、 ね、そこはもちろん大変ではあると思うんですが、でグランツールで解説1回だった時の時給の低さすごい3週間だって、しかも3週目に1回とかもしあったとしたらかなり辛いですよね、もう前に週ずっと見てなくてもまあ見ますけどでもやっぱね、英語サイト全部見たりとか、はいはいね、結構勉強はね、はい、グランツールはなんかまとめて入ってるとありがたいですね、確かに、まあでも本当に視聴者の皆さん大変ですよね全部見るのは、ね、はい、あ無理まあまあ率直なご意見、はいはい、すいません、はい、そんな感じで、はいはいはい、ありがとうございます、はい、じゃ今お手で挙げられたのでちょっとじゃあマイクだけすいませんで、まあ、時間も時間なのでこれで最後の質問とさせていただきたいと思います、すいません、ありがとうございますいつも聞いてます、ありがとうございます、マイク入ってるかな、入ってます、はい、ありがとうございます、はい、はい、こうまあ自治体がその誘致があるとか、まあ、お金のこととか一回置いといて、こう2人がこの地域で、まあ、レースをこう見てみたいとか、こう開催してみたいとか、こうなんか外から見た時にポテンシャルがありそうだなって思ってる、まあ、日本の場所とか都市とかそういうところってとかありますかね。あ、日本のレース面白いですね、これ夢の自分の理想のザウジャパン1ステージ、なるほど、でもそれこそあれですよね、ツール・ド・フランスだって海外でグランデパールするわけですし、飛行機で選手移動することもあるから、別に日本今現行の TOJ でも一回飛び地的にフライトスケジュール組むことだって不可能ではない、そうですね、ということにも、でもいいですか、はい、僕はね結構、ま、千葉が監督時代も合宿やって、まあ温暖な南の方行くと結構海もあって、高い山がないんですけどね、ただまあ里山というか、なんかこう千葉はポテンシャルあるな、千葉ってすごい思いましたね、はいはい、それは結構アップダウンも実はあるじゃないですか、ありますね、はい、だからなんかちょっとクラシックレースっぽいような、そうそうそう、なんかヘントウェベレムぐらいだったらね、はいはいはい、ヘントウェベレムぐらいだったら、はいはい、ちょっと ロンド級のやつはあれですけど、そうですね、はいはいはい、ああなるほどね、あなんかそうね、千葉にはドイツもあるし、ドイツ村ですか、ね、夢の国もあるし、はい、夢の国はちょっとまあね、はい、もう東京寄りですけどね、ファンタジーなんで、はい、あとね動物がいるとこもあるしね、はい、マザー牧場もあるし、マザー牧場、はいね、はい、ちょっと千葉は個人的には、まあ、昔国体はあったんですけどね、まあなんか国際レースあったらいいなと前々から思ってました、はい、なるほど、そうですね、なんかそうですね、面白い質問だなと思いつつ、どこでって難しいですけど、地元どうなんですか、僕は地元は埼玉の飯能なんですよね、はい、だから山はすごいあって、でもなんかそれこそあの辺りのグリーンラインとかで国体が昔あったんですかね、なんか結構きついコースだったみたいなこと言ったんですけど、え映えしないんですよあんまり、
あ、そうなんですか。抜けが良くないんでグリーンラインとか奥武蔵の山って、どうせだったらやっぱ空撮とかでも映えるような、うん、あのロケーションがいいなとか思いますけど、でもやっぱりそういう意味では乗鞍とかの、まあ、もう本当に昼からもレースになっちゃいますけど、うん、富士山と乗鞍でああいうロケーションとかであっても面白いかなっていうのと、あとあの富士山も例えばスバルラインなんかは、まあ、今週末、ね、あの富士昼もありますけど、結構やっぱプロが走ってタイム残してくれることでそれが結構財産になるかなと思うんですよね、日本のアマチュアサイクリストの。そういう意味では乗鞍とか走ってもらうと面白いんじゃないかなと。いや、まあそうですよね、ポガチャル登ったら ね、はい、何分なんですかね、はい、だから多分今あのオリンピックで使った三国峠とかはもうまさにそういう状況に、そかそか、はい、なってると思うんですけど、あれがすごく実は財産、その土地の、ね、観光名所になるんじゃないかなみたいな思いますけどね。そんな感じで、はい、千葉は挑戦してないな。千葉ステージいいですね、でも ね、はい、あ、それで最後東京戻ってくるっていうのもね、ありですね。なるほど、うん、なんか千葉スタート、うん、グランデパール東京ゴール、はい、千葉スタート東京ゴール、はい、西がなくなっちゃいましたけどね。そうですね、移動が楽だな単純には思って、はい、出番の3日間みたいな感じで、そうそう、はい、3日間で名前ついてもあの増やせますから。そうですね、はい、前例ありますんで、はい、デパンで3日間だけども、はい、6日間で、ね、やってますから、はい、ありますね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、あのちょっとね時間も過ぎてしまったんですけれども、はい、まあ、正直ちょっと火曜日の昼下がりという時間帯でこれだけの人に集まっていただくと、ね、本当にありがとうございます、はい、あの栗村さんのお力ゆえという形もあるんですけれども、はい、今回はちょっと特別会という形でアランベールポッドキャスト、まあ、あの今日はあんまり本の話しなかったんですけれども、この後あのちょっと僭越ながらサイン会等もさせていただきますので、はい、上で、はい、上でやりますので、ね、はいはい、お越しいただければと思います、特別会でした。旅としてのステージレースというテーマでお話しいただきました、自転車文化センターセンター長、センター長、はい、栗村治さん、そしてツ、はい、ツアーオブジャパンの、組織委員長、組織委員長です、栗村治さんに、お越しいただいたわけじゃないんですけれども、いや、来ました、4階から、はい、4階から、ね、はい、降りてきていただきました。栗村さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆さんありがとうございました。はい、お待たせ様、栗村所長ありがとうございました。皆様ありがとうございました、これをもちまして本日のトークショーを終了させていただきます、で今お話ありました通りこの後ですね、この上展示室になっておりまして、まだご覧になってない方もいらっしゃると思いますが、今日はあの休館日ですが開放させていただきます。でその場でですね記念撮影をさせていただきたいと思いますので、はい、皆さんこちらの方ください。はい、笑顔です。はい、ありがとうございました。よいしょ、出てなかった。